このおかゆに貝柱を入れました。デザートとして食べる時もあるので、そういう時は貝柱とか入れないで水から炊いて、仕上げに蜂蜜を入れてください。これから紹介したいのは绿豆白合粥、緑豆とゆり根のおかゆです。土鍋を用意します。その中に溶いたお米を入れます。水で戻した緑豆を入れます。水も一緒に入れて構いませんの で、乾燥ゆり根を水で戻したものを入れます。続いては水で戻した貝柱を入れます。最後ギリギリのところまで水を入れます。火につけます。で、最初は強火で、今沸騰してきました。火を弱めて蓋をします。お粥を1時間炊いてる間にできたら触らないでほしいですね。焦げやすくなりますので、これでちょっと待ちましょう。ゆり根のお粥ができました。この緑豆の色ですね、緑になります。いい香りです。塩と昆布だしを入れて味を整えます。緑豆とゆり根のお粥は生姜にとてもいいです。体の中に溜まった老廃物が取ってくれる、そういうデトックスの食材です。体調が良くない時にぜひ試してみてください。